調布市民放送局がお送りする調布ワクワクステーション、調布で活躍する方々にお話を伺います。本日のゲストは調布市富士見町にあります覚生寺の住職で調布市公立学校 PTA 連合会の会長でいらっしゃいます細川雅彦さんにお話を伺います。本日は覚生寺のホールで収録させていただいています。こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。お願いします。細川さんが、はい、住職になられたきっかけというところからお話を伺いたいんですけれども、私はここのお寺の生まれではないんです。父はサラリーマンをしている家庭です。母方の祖父の実家がここのお寺でありまして、先代の住職というのは私からすれば祖父ですね。祖父の兄が住職をしておりました。大おじさんにあたる人です。その大おじが余命宣告を受けた頃、86で亡くなりましたけれども、その頃親戚の中で若くてフラフラしてる男は私しかいなかったということでありまして、同時に昔から母親からもこういう世界があるんだけどと言われていたり、向いてるんじゃないかみたいなことを言われてみたりしまして、関心があったということはあろうかと思いますけれども、先代の養子に入る形でもってこのお寺に入ったというような次第です。おいくつの時になられるんですか？決めたのは20歳か21かそのぐらいです。そこで人生を決めた形になりますよね。学校か何か、そうですね、築地本願寺の中に学生でも社会人でも行けるような夜間の東京仏教学院というのがありまして、そこに通って、ですから先代がもう危ないということでしたので、もうすぐ学校に入って、卒業と同時にすぐ資格を取ってすぐもう住職になってということで、22歳から住職をしています。22歳で新しい世界で、大変だったこともたくさんあるんじゃないかなと思うんですけれども。そうですね、誰もいない分自分の好きにできましたし、檀家さんたちも、先代はもうね、あの昭和16年からずっと平成2年まで住職をしていたような明治生まれのね、偉い人でしたから、何も檀家さんたちは言えないわけですね。そんなところに若造がポッと入ってきたもんだから、皆さんもすごく喜んでくださって、本当によく支えてくださいましたしね。昭和4年に築地から引っ越してきたんですけれども、建物はずっと残っていて、風情はいいんですけれども、なかなかお寺として活動するにはちょっと使い勝手が悪いとか、もう荒れてましたからね。檀家さんたちも皆さんこれを建て替えなければいけないというような思いを持っていらっしゃいましたし、私もそう、あ、これをしなければいけないんだなというようなこともありましたので、よし、建て替えて新しくしていかなきゃというような思いの方が皆さんと共にね、強かったかなと思いますね。調布市でこういうお寺さんをしているっていう中で何か感じてきたことっていうのは、調布市でのお寺というよりは、特に東京はそうかもしれませんけれども、やはりお寺に対する不信感といいましょうかね、お寺と地域の人たちがあんまり多く接点を持っていないというようなことがもったいないなという感じはしましたね。お寺そのものについていろいろと、まあ、仏教の面白さがなかなか伝わってないとか、お寺という空間がうまく生かされてないとか、せっかくいい場所があるのに人がなかなか集まってこないとか、まあ、そんなようなことは絶えないと思いましたね。だからそれをどうにかできないもんかなということは、まあ、若いからこそかもしれませんけれども思っていましたね。それでいろんな活動もね、されているのかなというのを思ったんですけれども、ね、はい、建て替えに意外と時間がかかって、今から10年ぐらい前にようやく全部建物が整ったというような経緯の中で、本堂ができた頃からでしょうかね、檀家さんたちも自分たちでじゃあこの場所を生かして何かしようということで、例えば絵手紙のサークルを作ったり、コーラスを始めたり、皆さんそれは自主的にうちに集まっている檀家さんなどが中心になってやってくださっているので、ということで人がよく集まってきた。お寺としても子ども向けにもいろいろ開放していきたいということもあって、夏休みの宿題の自習室みたいなものを開いたりしている中で、調布中 NGO という先輩の高校生大学生が後輩の現役の中学生を勉強サポートする活動というのをボランティアでしているグループがあるんですが、そこに活動の場を提供したりして、中学生の定期テスト前の自主学習会をこのホールでもって開いたり、そんなことをしてきましたね。細川さんはお子さんもたくさんいらっしゃる。5人おりまして、大学2年生から小学校
4年生まで。 PTA の会長さんもしていらっしゃる。そうですね、さすがにね5人いまして、石原小学校は寺のすぐ北側にねあるぐらいですから、その中で声をかけられてやってくれよと頼まれたら、それを断るわけにはねいきませんので、3番目の子が小学校6年生ぐらいの時から石原小の方で PTA の会長を務めさせていただくことになりました。そして調布市公立学校 PTA 連合会の会長さんになられているという。はい、今年から調布中の方に移って調布中の PTA 会長になって、昨年今年と PTA 連合会の方では2年目の会長です。会長さんとして今後何かしていきたいこととかっていうのも。 PTA 活動にぜひ多くの方に関わっていただけるようにしていきたいなと思うんですが、それには調布市の実は PTA 連合会も昨年が60周年という、まあ、市政の60周年と同じなんですけれども、やはり60年前と今とでは保護者の、ね、生活スタイル、家族環境というものも随分変わってきていますので、それが果たして今の保護者の中で見合うものかどうかっていうことを改めてもう整理をしたり再構築するような時代になってるんだろうと思うんですね。なので今の保護者が学校地域とそして子どもたちのためにどう関わっていけるか、関わりやすい PTA というものを作っていけたらいいなというふうに思っています。もう一つ最近活動していらっしゃることとして、子ども食堂というのを伺ったんですが、はい、この4月からプレオープンという形で月に2回開催しています。これはまあ学習サポートだとかそういうところをしていく中で、勉強だけではないかなと、今の子どもたちにとって便利になってね、コンビニや何かで簡単にお弁当が買えたりするのはいいんでしょうけれども、毎晩のようにね一人でねご飯食べなきゃいけないだとか、そもそも勉強以前に誰かと一緒にご飯を食べるとかの、まあ掃除洗濯もそうかもしれませんけれども、日常生活の経験体験といいましょうかね、そういったものが経験値としてちょっと少ないのかななどというようなことも子どもたちの様子を見ていて思うことなどもありましたし、女房とも子どもたちと一緒にご飯を食べたりするようなね機会を作りたいねなんていう話は以前からしていました。昨年あたりから子ども食堂ということがマスコミなどでも話題になって、あ、こういうやり方もあるんだななんて思っていたんですけれども、富士見町地域の社会福祉協議会の地域コーディネーターという方がいらっしゃって、その方にちらっとそんな子ども食堂始めたいんだよなみたいな話をしたら、もうぜひやりましょうとお尻を叩かれましてですね、地域の皆さんと一緒にじゃあやっていきましょうかということで準備をして始めたような次第です。実際にやってみていかがですか。4月から始めて半年、随分参加者が多くなりまして、これ以上増えるとちょっと対応できないかなというぐらいにはなっています。もうほとんど宣伝めいたことはせずに、そもそもの狙いというのが保護者の方もちょっと精一杯でろくに食事を作れないとか、そういうちょっと大変な子を来てもらいたいなということで、 PTA の関係の方でよくこの辺の子どもの事情を分かっている方がピンポイントでね、子どもや保護者の方に声をかけてこういうのやるからっていうことでアナウンスをしたところ、結構ね参加者が来てくださったけども、子どもたちのネットワークすごいですからね、あっという間にその子ども同士の口コミで誘い合ってくるとですね、どん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 増えてしまいました。さあどうするかというようなところではあります。こういう輪がどんどん広がるといいですよね。そうですね、うちだけではなくて調布市内にはね他にも子ども食堂をやっているところがありますけれども、一つのところでできることっていうのは限られていますし、規模もねそんなに大きくはできません。まあみんなボランティアでやってることですから、目に見える範囲の子どもたちのね街歩いてる会うよぐらいの範囲の狭い地域の中で一つでも二つでもそういうものができていけるといいねなんて話をしてますけれども、いろいろな地域でもってできていけばいいんじゃないのかなとは思っています。そして仏教会として活動の方もお伺いしたいんです。調布市仏教会というのは28軒のお寺、28家寺のお寺が加盟しています。調布市内にあるお寺のほとんどと言っていいのかもしれませんけれども、宗派を超えて
ね、集まっている団体です。年間を通してお釈迦様の誕生日である花祭りというのが4月にあります。あと夏には野川灯籠流しというのを銚子仏教会が中心となって銚子観光協会さんと一緒に御員会というのを作りまして開催をしています。年末に歳末助け合い募金の宅発というのをもともとしていたんですけれども、今は歳末助け合い募金ではなくて市内の福祉施設団体さんに社会福祉協議会を通じて毎年2箇所寄付をさせていただく。それから3月11日の東日本大震災の慰霊祭というのを地域の調布から復興支援プロジェクトの方や青年会議所の方と一緒に追悼の行事ということで毎年3月11日に慰霊祭というものを行っています。これはもともと8月の野川灯籠流しがちょうどその2011年の震災の年が10周年だったんですね。その10周年の時にちょうど震災でじゃあ犠牲者の追悼という形で行おうと、犠牲になったのは仏教徒だけではありません、キリスト教の方もいるだろうし神社の信徒の方もいるだろうしということで、この地域のカトリック教会とか方にもお声掛けをしてぜひ一緒にやりませんかとお誘いしたところ、ぜひ、まあ、それはもうぜひやりましょうと快くお受けくださって、その年からですね、野川灯籠流しは仏教会、神社の神職会の皆様、それからカトリック教会の神父様、聖歌隊の皆様で立正厚生会の方々などにも儀式にご参加をいただいて、それこそ宗派だけではなくて宗教を超える形で追悼の儀式というのを行っている。そんなところからですね、3月11日の慰霊祭の時にも仏教会のお経での追悼とカトリックの聖歌隊の聖歌というものも行われるようになった次第です。宗教間の対話というのはすごいトップレベルでは多分あると思うんですが、意外とこういう市区町村といいましょうかね、そういうレベルでもって実際に神社とお寺とキリスト教会となんていうのが何かイベントをやってるところが果たしてあるかといったら、もしかしたら全国的に見ても非常にもう数えるぐらいしかないんじゃないかなと思うぐらいの、実は調布にとって誇れる行事かもしれませんね。はい、これからこんなことしていきたい将来の夢などありましたら教えてください。お寺らしからぬかもしれませんけれども、その地域の PT などをやってるとやっぱりお母さんたちでもね、もっと社会で活躍できるといいのになと思う方がたくさんいらっしゃいますんでね、そういった方々がなんか地域の中でそんなに儲からなくてもいいからちゃんと仕事になって気持ち的にも経済的にも少しでもなんか充実して暮らせるような地域にどうやったらみんなでしていけるかななんてことをお寺も含めて考えていきたいななんていうのが夢でしょうかね。今日の調布ワクワクステーションは各小寺の住職で調布市公立学校 PTA 連合会会長の細川雅彦さんでした。お話を伺ったのは柴田恵子でした。本日はありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたか。この番組の映像を調布市民放送局のホームページでご覧いただけます。これからも調布で活躍されている方にお話を伺いますのでお楽しみに。それではまた来月お会いしましょう。